ちょっと軽く触りたくなったので一つ打ってみます。まあ、手役を説明あ頭の中の思考を説明っていうのが一番特に雑談のタイトルテーマをこれについて話すみたいな考えなくてもいいし一番楽なんですがまあその辺はなんかテーマがあった時はテーマの「 雑談としして使えますしない時は普通に考えながら打つとまあこの1九自敗の塊いらないですねこれこれ補欠ですねこれ補欠まあスタメンもちょっとピンズ以外は弱いなとこれエースそのほかはちょっと頼りないしゃがスタメンに入った こんな感じで <laughs> ハイパイから4面つ1じゃんと今のところここで2面つここで1面つまあちょっと弱いけどここで1面つとそんな発想ですああチート意見このくらいになると白も スタメンに入って本一チート一とか本一とか視野に入るんで白は浮いてるから補欠っていうわけではないですねむしろこっちにびてほしいこの辺もリャンズを入ってもこの手何ってなるんであまあまあいいか。 ヤンゾ入ったら使い道はあるか。まあ、本一よほどオーラストップで1,000点でいいみたいな場でない限りは、まあ、大きく狙うのもいいんじゃないかなと。まあ、ピンズに寄せてトンからならまあポンして3,900。 まあ寄せるかまだピンズで一応頑張れば3面積見えますね2差しサブローピン貫羅ピントンシャーのシャンポンこれで4面積1ジャンとは一応見えるんで面ツはできたんですがちょっと貫羅ピンの2度受け弱いですねなのでまあチートイも 場合によっちゃあり得るなと。ただ、ローピンから引きようだと、一気にメンツテが濃厚になってくる。これで、チートいかなと。なんか重なりそうな灰はないか。チーピンとか切ってもいいなと。自敗があんこった時だけメンツテの可能性ありだけど、 ローピンとか入ってもな。まあ、実際は泣きを使うんで。ローピンから入っても。泣きを使えば。まあ、手、手役には持っていけます。メンツ手には持っていけます。て、脳天。 皆さんは泣く自分で泣きが多いのか面前が多いのかなんていう比較は相対的に比べられないと思うんですがまあでもゲームをやってる人ゲームをやってると面前率泣き率計算してくれるんで。 相対的に3割超えてると泣きが多いとか3割いってないと泣きが少ない人とか比べられるようにはなったんですが私は泣きは少ないと思ってますね。ゲームをやってからやっぱり泣きの便利さあんまり面前手であれ勝敗。 面前でのんびり進める他3人が泣きでスピードを求めてくるだとちょっと太刀打ちできないと。あれ7八九スってる泣きに頼るというか泣きをうまく使わないとスピードついていけないなみたいな、まあ、そんなシーンがあるもんで一応泣くようにはなったと思いますゲームをやって。 特に天宝は1,000点でもいいからとりあえずトンプーの間に1,000点でもいいので稼いで1茶の立場に立っておくとそうすることで4茶にはならない4茶にはなりづらいとそういうすごいシビアな麻雀が天宝だと思うんで。 なんか何狙っていいあんまり7八九もならなかったしそんなに上がりたい手じゃないですねなのでまあまあいいやっていう感じです一ャンテ転ですがこんな天イ取ってもなと泣き率何パー超えが泣く人っていうのがこうなんか定まってないんで結局泣き率30%パーそれを多いと捉える人もいれば少なと。 捉えるる人もいるんで明確に決まってない以上は何とも言えないです一応ピンフィーシャンただスピードが追いつかないまあノーテンかなとノーテン 天方で、MJ は分かんないんですが天保で5割以上泣き率5割以上これは見たことがある,あるんであるんでというか見たことはあるんですがそんなにたくさんはいないんで40%から50%はいますが50%超えはそんなに多いとは思わないんで50%超えてる人は2曲に1回は泣いていると。 なそもそも泣き率のの計算の仕方。例えば1曲に3回泣いたらそれは泣き1に入るのかそれとも3とカウントされるのかその基準がわかんないんで何÷何で泣き率を判断してるのかは計算方式がわかんないです。これはちょっと万んず以外の形がよくないんで染めても見て。 むしろシャーもったいなかったなぐらいバンズに寄せますが、まあ、まだ数ピン引く数層引くならメンツ手で,でもいいかななんですがちょっともうこれは確定でいくかんプリテンなんできる マージ麻雀みたいに泣きがない麻雀だと結局ツモはマンズ積もってくるかはもう運なんで手作りっていうよりマンズ引けるかですね問題はただトイツが5つですいいシャンテンおっちイいいいシャンテン スッチーマン3万パーワンあたり初持ってくるとまあ鎮逸じゃないんですが一応テンパイはチートイツでテンパイはします、うんまあいいし変わらずいいじゃんスッチーマン3万パーワン9万 全然張らないい次はいて来ない脳天ちょっとたまに肺に触りたくなるこれは麻雀やってる人だとなんか分かるこう共通意識だとは思うんでちょっと触ってみましたいつも見てくれてありがとうございますまたお願いしますリーチ